日剧女王竹内结子一袭金色洋装华丽现身，立刻引起粉丝疯狂骚动。拥有疗愈系笑容的她，亲和力十足，在红毯上和影迷签名拍照来者不拒。出席日剧《神探夏洛克小姐》首映会，竹内结子展现巨星风采，征服全场粉丝。私は寒がりなので、この暖かい気候と人柄の皆さんの人柄の良さとが印象的です。我爱台湾。一起登台宣传的还有小泽征悦，第一次来到台湾，马上入境随俗，学了几句简单中文。他还大方分享和竹内结子合作拍戏的过程，两人在剧中有不少精彩的对手戏。まあコントロールできない天才的な妹なんですけれども、唯一ですねこの兄であるケントだけがコントロールできるんですね。だからこのミス・シャーロックのドラマの中でも妹は僕に頼ってくるし、僕も妹のことを助ける。だけれども二人とも頭がいいので、信頼はしてるんですけれども、どこかでぶつかり合うところもあるんですね。その兄弟の感じも見てくれると嬉しいです。神探夏洛克小姐是由 HBO Asia 与日本线上影音网站合作推出的原创影集，不但向福尔摩斯致敬，更大胆以女性角色演绎。神探夏洛克小姐4月27号起将在凯擘大宽屏第65台 HBO 以及第235台 HBO HD 频道全球首播。喜欢原汁原味的日系推理悬疑风格的观众朋友，可千万别错过了。凯擘大台北数位新闻，尤翔廷采访报道。